どうも暑いの誠にどうも困りますけれども、だけど人間ってやつはその何でしょう、期待にこの気候に支配されてね、暑い程度グズグズ、寒い程度うわあ寒いなんて、もうこれしょうがありません。ましてや何でしょう、そういう暑い寒いのひどい時には落語を聞いてる方が一番よいですよ。スーッとしてきます。それにこのSS さんの薬を飲む程度これはいいんです。で、私なんかしょっちゅう飲んでますからね、元気がいいんです。本当は年は若いんですけどもね、年を取って見えますけど、これは電気の光線で、見えるんで仕方ない。でどうも落語の方は相変わらずもうなんですが、もう大した人間は出てこないんです。みんな我々同様ってんで、我々同様ったって落語家は難しいんですよ。こうやって座ってるようだけど楽じゃないんですよ。早い話が生き物を取り扱う家業ですからな、なかなか難しいんです。思う書いて変な少しばかり頭の部分芯の足りない人を取り出す程度具合がいいよ。え、どうしたんだいトメさん。え、慌てて。いい、慌ててね、源さん来たな、おかじゃねえんで。今ねかかと二人で昼飯食ってた。うん、そうする程度表のガラス商人とか男の野郎が行ったり来たりしてやん。それうちのかかみやと思って出たけどね、帰ってこない。心配だな。おいでどうしたい。だから俺はね、あの下駄履いてね、あの表のガラス障子をヘッド開けて見る程度、うちのかかひでえじゃねえかお前。俺んとこの入り口で若い男とイチャイチャ話して。イチャイチャ話。そんな神さんかい。俺はもうね、てめえのかかだからそんなことはねえと思ってたが、やっぱり人間の心というのはわからねえ。第一俺って亭主があんのによくもあの女は俺の可愛いどれを狙った。このままにはお金殺しちまおうって大変だね。台所行ってデバー懐入れて表から回る程度若え野郎だからね、足は速いからとてもつかねえ。で裏から回ってうちのかかとその若え男の話の様子を聞いてたんだよ。うん、その男ってのはトメさん誰だい。いえ、うちのかかの弟な。何を言ってやんだ。俺心配しちゃったよ。かかの弟知らん。知らないよ。おめえ田舎にいたん。なんで東京に出てきたん。つまりお父っつぁんの税金をね使い込んじめや。ひどいことしやがったね。それで村を掘られて東京に姉さんがいるてんでうちに来たん。でうちのかかお父っつぁんが入れないものを私に入れるわけにいかねえってね、はあ言ってるてとお前弟のやつは泣いて頼んでやん。それが俺はかわいそうになっちゃったからね、かかどかして、おめえはかかの弟なんだろ、俺は兄貴なんだ、君の名はとこう聞いたん。おとめさん変なこと言っちゃいけないよ。それでまあうち入れてね、まあなんだよ、いろいろ意見してやったよ。うんうん、おいで親がお金ってのは俺んとこ置いてやるから、だからもうなんだぞ心配なく、おいでいい口があったら世話してやるから、そこに勤めて成功しろ。うん、なかなかトメさんにはできすぎてる。おいでなり見るというと現在汚ねえなりしてやん。うん、まあこれじゃとてもいけねえからね、なんだよ、古着の一名も買わなくちゃいけねえとこう言うてると、かかそんなことしてもらわなくたっていい、俺が買うんだから。それじゃあお前さん買うなら、これから寒くなるから木綿物の綿入れ買ってくれてえから、ああいいと思う、じゃあ八丁堀行ってくるからってんで、え表へ出た。うん、元うちのかかがね俺のことをちょいとちょいとって呼びやがんだよ。え、色っぽい目つきしやがって。なんだよおい、トメさんしっかりしてくれよおい、顔が崩れそうだでおい。それでお前どうし、向からね戻ったら俺の顔見やがって、お前さんは買い物が下手だ。うん、でこの横丁の源さんは買い物あんまいから、あの人を立てて八丁堀行って古着を買いに行っと出なさいってや。うん、で根があの人はバカだからとこう言やんだよ。何なんだトメさん、おめえの言うことちょいとわからない、もういっぺん言ってみねえ。いやわからなきゃもういっぺん言うよ。俺が表へ出る程度かかがね、ちょいとちょいと、もういいよそのちょいとちょいとは。で戻ったらおねがかみやって、お前さん買い物が下手だ。あ、わかった。でこの横丁の源さんは買い物あんまいから、あの人をおだてて八丁堀行って古着を買いに行っといてなさいってや。ええ、でね、はあ、どうしたいトメさん、根がどうしたんだよ。根が張ってるから。張ってる、松の木だな本当に。てめえだろ俺のことを近所行ってバカだバカだ。いや源さん怒っちゃいけないよ、私は悪気に言ってるわけじゃない、つい腹に思ってるから。あれあれ
そんなもの思うやつあるかよ、おい。本当に困ったやつだ。まあ、おかみさんが言ってくれてんなら言ってやるよ。世間ってそんなこと言っちゃいけねえぞ。あ、だから近藤さん来たらすまねえけど、直帰ってくるからな。待たしといてくれ。あ、トモヤ、出ない。うん。どうも、あいすみません。なんだ、あいすみません。けれどもおめえバカなんて言ったのはあんまり方々言って言ったんじゃねえだろうな。現在に心配しちゃいけないよ。たった2件。え ?2 件。あ、2件。両隣。いいえ、ゆうやと上井とこでそいちゃった。なんだい、人の集まるとこで行っちめやん。だけど古着を買うのはね、なかなか難しいんだで。デパート行って物を買うのと違うんだから。第一お前なんだ、ぐずぐずしてってみろ。もうなんだい、もう向こうに足元を見られたら大変。ど、ほんと、バカにされる。あ、足元見せちゃいけない。じゃあうち行けってゴムの長靴履いて。あれあれ、その足元じゃないよ。仮にね、トメさんよく聞きね、古文の紋付きを買うとするな、いいえ木綿の綿入れ、いいえ古文の紋付きを買うとするんだよ。そりゃとても銭が足りない。まだあんなこと言ってやん。向こうは古文を見せら、うん、あ、これは古文は柄がいいし、紋はちょいと似ているしと、品物に惚れちゃいけない。ああ、惚れちゃいけない。古文は冷めてるし、紋は違うし、値さえ安ければって尻の方をちょいと上げるんだ。あ、お尻上げんの。そうするとシャチコ立ちすんのかい。言葉尻を上げるんだよ。ね、それでと向こうが、あ、この人は、なんだ、値が高いから買わない、安くしりゃ買うなと思ってと、向こうが100両に言うやつを遠慮して80両、そこを20両を曲げて60円で古文の着物が買えるてん。これが買い物の自伝だ。はあ、そうかね。やっぱり源さんうまいね。あ、八丁堀行きたい。じゃあ江戸さん、俺のいいとこでいいな。このうちはいいや。あ、ごめんよ。あ、いらっしゃいやし。おい、小僧屋の布団。いや、布団なんか敷き役じゃねえ、木綿物の綿入れ見に来たんだ。ああ、木綿物の綿入れ、さようでございました。小僧屋、そのちょいと見ておくれ。二つ目の引き出し2枚あるんだ。あ、あった、うん、旦那ございお、じゃあすまねえけど見せ。え、これがその双子の綿入れで、え、裏が八掛けになって綿いい綿入ってるんやで。え、これが関西の基本で、川地島と申しましてな、え、水につけるほど光が出てる。ああ、この着物は水につけると光が出んの。じゃあ停電の時やなんかにいいんだね。その光じゃない、鬼門に光。ああ、そうかい。俺が買うんじゃねえ、この。おい、なんだい、トメさんや。お前、しゃがんで。おう、鬼門はお前、汚れるよ。なりたけ源さん、足元を見せねえように隠して。困ったな、これ。どうだい、この、双子の綿入れ。それは源さん。門が違う。あれ川地島はどうだい、それは古門が冷めてる。これはいけねえな。なこのね、川地島もら、なりたけ一つね、勉強して、その代わり手前どもは負けませんよ。いっぱいの値を申し上げるんで、これで一つ。ああ、これなら高くねえな。あ、お、これだってな、な、トメさん、行けなかったらちょいと玉動かしな。玉を。あ、動かせんだろ。後で苦情のねえように精一杯動かしな。精一杯構わない。ああ、そうかい、精一杯。動かして、いご、そうかい。源さん買い物安めんで。なんだよこれ、138625円、22銭5厘。これどうしたの。源さんがね、精一杯動かせていいから、俺は5本の指で動かしちゃった。そろばん、この野郎バカ。何、トンチキ、夏の下手。源さん、お前さん買い物安まいから来てもらったんじゃねえ。それにバンがトンチキ、夏の下手。あ、すいませんがね、お二人で喧嘩をなさらない、どうぞ一つお静かに。ね、私が買うんだよ。この人が買う、おめえ帰る、帰る。後で苦情、ああ、言わないよ。このね、川地島買うんだよ。え、売っとくれ。いくら、そろばん、あ、今、喧嘩になっちゃったんだ。いくら、30円。これ、安いね。少し負けてくれよ。いや、負からん。いや、負けてくれよ。大して2000。ああ、30円のとこ2000。いえ、30円は全然なし。たった2000。たった、たったにも、起きたにも、座ったにも、転んだにも。おい、小僧よ、これ、片付けて。この人はからかいにおいでになったんだ。え、売れませんよ。よくもあなたはね、あ、今の着物をね、なんですね、2000とおっしゃいましたね。あなた頭の真空管どうかなってない。え、まだ変わらないでしょ。あなたはね、水じゃいけませんよ。紀塩酸かなんかで洗ってらっしゃい。こういう風の吹きは出ない方がようですよ。どっかに飛んじまいますよ。あなたら体は切ったって血が出ません。おからかなんかパラパラっとで。井戸に3日使ってらっしゃい。売ってあげますから、またおいで。うん、とどげんさん売ってくん。泣きつれしてやん。だからてめえに買えるもんなら買って、うぬ買えるって言いやんったね。どけどけ、こっちは客で。やい、古着屋。何もあなた、ここでお尻が。いいじゃねえか、てめえのお尻をまくってんだ。
てめえのケツをまくってんじゃねえ。一番先に来た客は誰、俺だろ、ね、この野郎はそろばんごやご恩の指で言わずバカとんちきナスの枝だ。それにうなごたくをつけやがったな。こいつの頭の真空管が狂ってってったな。人間のどたまい真空管どこにあんだよ。ラズ屋へ連れて行って直すもんな、直してくれ。変わらない、この野郎バカだ、変わらないよ。水じゃいけねえ、キエンサンダー洗いって言ったな。洗ってやるから持ってこい。風の杉は転ぶ手やったな。転ぶから出してみようじゃねえか。こいつの体切って血が出ねえた、よく言いやがったな。おからかなんかパラパラっと出る。おからん出るか血が出るか切ってみようじゃねえか。井戸に3日使ってこいてやん。この野郎スイカじゃねえんだぞ本当に。この盗人野郎、盗人野郎。私は旦那人のものを取ったことは、取った、取ることを盗人てんじゃねえや。アキンドはその道にいて、その道のわからねえものは食盗人過食盗人てんだ。盗人と言われてグーとでも言えるか。言えねえだろ、ざまみやあれ。てめえは詩人じゃねえだろ、番頭だろ。だからそういうことを言う。おう、トメだ。え、さあこの野郎に痰か切れ。いや、もう痰切っちゃったよ。喉の痰じゃないよ、ごたくをつくんだよ。誰が、てめえが、誰に、この野郎に。どういうわけで、あれ今言われ、俺の言った通り、こいつ怒る。怒ったって大丈夫だ、俺はおめえのケツをしてやる。え、うっかりおっしゃいけないよ、お尻におできやんでき。何を言ってんの、言ってやれ、言ってやら。え、やいって言ったな。やい、やい、やい、やいばかり言うな、あと言ってやれ。やい古着屋、ああやい古着屋さん、あれ、三なんかいらないよ。ああそうだ、てめえなんか三なんかいらねえや。てめえ古着屋だろ、ざまみやあれ。古着屋、古着屋、古着屋ばかり言うな、あと言ってやれ。てめえ俺の頭の真空管が狂ってるって言ったな。真空管ってのはどこ、鼻の穴んとこ。そんなとこないよ。変わらない、水じゃいけねえ、キエンサンダー洗いってやったな。キエンサンダー洗うてえと、あたしいい男になる。何もくだらねえこと言ってやんねん。風の吹くときは転ぶって、転んだら使い棒してくれ。あたしの体切って血が出ねえとは言え、よくやったらくでやろう。おからかなんかパラパラっと出る。そのおからを煮てお汁の御膳のおかずにしちゃどう。何を言ってやんねん。この野郎、てめえグーとでも言えるか、この野郎、この盗人野郎。え、盗人ったってな、人に物をもらうのが盗人ってんじゃねえ。な、何を言ってやんだよ。人の物を取るん、ああ取るんだ、取るのが盗人ってんじゃねえぞ。アキンドはその道行くんだ。え、行ってわからなきゃ警察で聞くんだ。何を言ってやんだよ。てめえグーとでも言えねえだろ。言えなきゃ俺が代わりにグー。あれあれ、てめえが言うやつあるかい。てめえは何だろう、番頭じゃねえだろ、詩人だろ。そりゃあべこべだよ。あ、てめえはあべこべだもんね、やろ。ざまみやあれ、俺はこんな人間だよ。この源さんって人は偉い人なんだな。あ源さん、そうだそうだ、刑務所に二度行ってきた。何をこの野郎で。おなじみの古着会でございます。まあ、お構いなく。話し家というものは何しろ昔からこの学者が多かったんですね。昔からだけど今はそうじゃなくなっちゃったんですけど、元は軍師の弟子だとかなんかがね、陸東三略ばかり読んでちゃつまんないからってんで、この良妻詩やなんか読んで、それからそれ日本中に直したりなんかしたんですね。だから落語ってのは400年も歴史があるんですね。それでもう元禄の頃に落語を聞いたなんて人はもう大抵今の大学以上の頭を持ってるような人ばかりだったんですよ。で今でもそうですね、頭のいい人の代表が今ここに集まってるわけですよ。話術というものはこの喋ってる人と聞いてる人と見えない人がつながって形成されてるからね。だからこう他人とは思えないんですね。で進歩的だったんです話し家っていうのは。男女同権なんてことを明治以降日本人が言うようになったけど、その前から女性を褒めてる、話し家が。なんて褒めたかっていうと、篠本は岩戸神楽の初めより女ならでは世の明けの国釈迦も講師もしょこしょこと産むなんて。お釈迦様でも総理大臣だって話し家だって
みんなこの女性の体から成立しているという。女の人は偉大なる力を持ってる。偉大なる力って腕の力じゃん。腕の力っていうのは昔からあれ男ですよ。俺腕の力ってのはバカがつくんで、バカ力。随分いた日本にも有名なのが武蔵坊弁慶っていうのね。これはバカ力があったよこれ。出家の身でありながら戦争ばかりして、戦争の合間には方々の釣り金盗んで歩いた。変なマニアがあるもんだね。よく小札なんか持っていくやつありますけどね。あれは軽いから。釣り金ってのは生優しい力じゃ持ち上がらねえ。三井寺の釣り金盗んで比叡山まで上げちゃったってんだよね。ガラ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 岩田の砂利のとこ引きずって上げたの。釣り金やイボイボがいっぱいついてる。こんなとこ引きずったからイボイボがすれてなくなっちゃった。科学的に言うてると豆釣ってたんだよ。豆釣ってんだよ。それで釣り金イボイボがないって言って風鈴みたいで格好が悪いからってんで、イボイボ後からつまみ出したって言うんだよね。力がある。弁慶だって今生きてらね、プロレスかなんかなんだろうね、あれ。いや、プロレスだとかなんかみたいに、いろんなこのガウンみたいなの着て出てこないで、勇壮だね。うん。墨染めの衣に頭巾をかぶってね、七つ道具背中にしょって、これはリングに上がるわけにいかない。七つ道具リングの外に置いてこなきゃならない。で、違反になるから。だけど、表歩く時は七つ道具しょって、銀座通りかなんか歩いててごらんなさい。この辺に来る女の人って美人が多いからね。あら、そこ行くのベイさんじゃないの。ベイさんよ。ねえ、お食事しましょうよなんて嫌な気持ちしませんから、今ちょっと待ってるよ。七つ道具売ってくるからってんでね。だいたい、まあ大変だらしなくなっちゃうんですね。何の力ってんだ、色気という力ですね。大変です。だから女の人のことをお釈迦様が下面に呼ばせつ内心にわしゃなんていうことを言ったんですよ。見たところは綺麗だけど内心はじゃだ蛇だ。私が言ったんじゃないですよ、これね。お釈迦様が言った。でもお釈迦様は一言断った。落語の好きなご婦人はその弦にあらず。私の話を聞いてる方はじゃでないって言うんですよ。蛇でない。一刀銀じてミミズぐらいだそうです。この女の人を悪く言ってお釈迦様が木の股から生まれたかというと、やっぱりお母さんのお腹から飛び出したお生まれになったのが南天竺マカダコカビラ城というところだそうで、お父さんの名前が常磐大王で、お母さんの名前がこれマヤ夫人ってんで、生まれないうちから大罪を犯した。どこの赤ちゃんも大抵とつき10日ね、えとつき10日だって大変ですよ。七夜なんだ三月で流しちゃう。それをお母さんのお腹の中に三年三月と九十九日入ってた。どういう計算になるんだね。明日は生まれるか、明後日は生まれるかってんで、親御さんが心配しているてえと、生まれないかなと思うと、4月8日にぴょこと生まれて、天地を指さして、天上天が、由利が独尊とおっしゃった。天地間に我一人てん。生まれたばかりでこんな大きなダボラー服用じゃ、ついにはろくなもんになる。今のうちにアマチュアぶっかけろってんで、アマチュアぶっかけしたら平気な顔をしてカッポレ踊った。アマチュアでカッポレというのはこれから始まった。成長をしまして後に断徳仙という山へ登って仙人について仏教を学んだ。これを日本へ行って広めようってんですが、一人で行くのは寂しい。旅は道連れ弱なさね。え、そうだ、阿弥陀君かなんかと行こうか。二人でコーヒーかなんか飲みながら相談。どうだよ、三田君、僕、日本へ行こうと思うんだ。君行かないか。私も行きたいね。いつ、え、いつったって、明日、朝早くだがね、朝早く行けないよ。床屋がね、今予約なんだよ。今日も8時まで来やってくんないんだよ。ひげっ面で行きたくないからね、初めて行く日本にさ。ひげぐらい僕が剃るよ、君剃れる？まあね、そのようよなんて。薬局行って、カミソリ買ってきた。で、ひげが濃いからお手柔らかに頼むんじゃいいか、始めるよ。ゾリゾリ君痛いね。涙が出たよ。そうだろう、釈迦釣りだって、そんなこと言えない。人目るってえと、この仏教の始まりがお釈迦様。
そのうち主論が修復修分かれ、坊さん同士が議論をするようになった当時の悪口に、修論はどちら負けても釈迦の恥、どの道も行くも一つの花のかな、はい、いろんなご修辞もあります。南無法蓮経、南無阿弥陀仏、音楽家は米露社のね、悪しきを払いて助けたのに、いろいろあるだけど、あの歌舞伎の心中屋なんかは南無阿弥陀仏だね。あれ彼氏と彼女がこう花道揚げ幕のとこから出てくるんですよ。彼氏だってあのちょんまげ自分の色男ね、あの歌舞伎に出てくるあのちょんまげの色男っていうのはホワイトのペンキ塗ったような顔してね、ちょいと奥ゆかしいよ。彼女の手を握るったって袖の下でこうごまかして握ってる。この頃はね、堂々と握ってやるってでしょ。昔は堂々と握るのはうんと片っぽがお年寄りとか体の具合が悪いとかね、うんと小さい子とかそういうの、今丈夫そうなやつだけが手汗かいて握って歩いてるね。キザでも奥ゆかしいじゃない、袖の下でこう握ってね、こうなやなやとしたような、彼女よりいくらか骨のありそうな、バタバタッと出てくる程度、花道の七三のところに来る程度、石かなんかにけつまずいているか、あんなとこ石なんざ置くやついねえんだけど、あそこで一時停止と書いてなくても昔から決まってる、けつまずいてこう飲めるような形してぐっと入れ替わる。すると俺がきっかけでお囃子の方で本釣りがコーンなんてなる程度、この色男が矢に片付けちゃうね。今なる金は七つの金、七つの金を六つきびて、残る一つは未来へ見上げ、覚悟はよいか。だって南無阿弥陀仏ってと彼女はまあ中にはこのところで名前を呼びますね。お花とかね、あんまり変な名前は言わないね、ケミコなんてのはない。お花覚悟はよい。これが南無阿弥陀仏ってと太夫がね、なんと覚悟は極めていいのかなんてね、なんだかこう心中のムードになっちゃうんですよ。ほらね、南無法蓮経だと陽気になってきます。今なる金は七つの金、七つの金をむつきいて、残る一つは未来へ見上げ、お花覚悟はよいか、何もあれねえじゃんってね、陽気になって後からドンつく、ドンドン元気が出ちゃったりなんかして、ね、だからあの追いしきって10月になるって言うとね、池上の本門寺さんやなんかね、にぎやかですね、あの太鼓を叩いた後から花まんどんがついてくるね、てんてれどこてれどこだ、これこれさあのこれさあさ関三百どうでもいいってあれお参りかなんだかわかんないね、あれね、お参りしてんの見たってね、妙法蓮華経、妙法蓮華経、妙法蓮、いい女が来てやすな、妙法蓮華経、妙法蓮、えうちの町内のタバコ屋の娘、もう18になったの、妙法蓮華経、妙法蓮、え一人娘で、一人娘だって分かってますよ、おふくろに似たんだよ、女っぷりはいいね、この間まで鼻垂らしてる人ね、いい女なんだ、向こうの口は決まってるって、誰その向こうっていうのは、建具屋のハンコをげんまくやりやがったりと、あちくしょう法蓮華経、お札様いい面のか、その昔このインドのことを南天竺と言ったんだぞ。このインドから日本へ演武打言の一寸八分の物体が渡ってきた。時の仏敵守谷の弟という人が、日本は神国である、神様の国であるから、かようなものがあっては人心を惑わしていけない、潰してしまい、摂津泉河内山岳鍛冶屋を頼んでトンテンカーンと引っ叩いたが、どうしたものか潰れない。ほら土を当てるってえと罰が当たるという外したのかもしれないっていう話があるが、じゃあ狭きにして難波の池へ放り込んだ。難波が池とも言ったそうですね。今そういう名前の池がないんです。名前が変わっちゃう、そのために大阪の和光寺というお寺のほとりに阿弥陀が池となって残ってる。あれへ放り込んだ。そのうち世の中が一
変して三宝で収まった。三宝亭と私の考えで仏法に鉄砲に女房かなんか暴れて言うことを聞かない奴には仏法と言って引かせる。それでも分かんなかったら鉄砲を向けちゃう。でもまた強情を張るようだったら女房をそばに置くんですね。あなたなんてね、もっとデレリボーっとするそうだ。女房の力で夜中丸く収まった。その当時この池のほとりを夜通る程度なんか光もんがする点で人が怖がって通らなかった。光ります。この演武打言って何かというと白金ですからね。白金のようなもんだからこれを潰しちゃいてんですからプラチナやつだったんですね白金ですから無垢です。メッキでないから剥げるようなことはないからキラ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 光った。でこの池の底にあるやつをこの光の屈折というやつですね。あの小学校で理科で習うあのお茶碗の中にね10円玉こう入れるでしょ。で見えない角度に来て、見ててこの中にギュッとこの水を入れるっていうと浮いて見える。だから池の上にバカに浮いて見える、ね、で光ってた。昔の人は光るもの怖がった。光るもの鬼火ではないか人玉ではないかもののけではないかてんで人が怖がってあんまり夜ここに来なかった。そんなことを知らない本田義満がこの池のほとりをお通りになったと池の中で義満本当は義満ってんですが、ご本尊が一寸八分で小せえから舌が回らねえ。みち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 言ったって。振り返ってみるてえと一寸八分の物体がおいでおいでをしてた。これは肉眼で見えたって昔の人は目の性が良かったんですよ。真の闇にわずか一寸八分おいでおいでして見えた。え、電気もろうそくもかばいても何もない。だから私はこういう古い話をするからね、この先輩に言われた、もう個人になった先輩にね、博学でなくてはいけないって言うんですよ。古い話はどうすれば博学になるかっていうから僕は教えていく、特別に教えてやるって言うから、いろんな書物を紐解いてみろって言われたの先輩に。だからで紐解いたらバラバラになって困った。とにかく読めばいいって言うんです。いろんな本を読んだ。実はらしい夫婦生活、いやそんなもんあんまりああいうものを読むって言うと夜中遅くまで読んでて目が赤くなる。赤目ってお身をつけの身にならないから、眼科の先生で小倉康先生が言ったから言ったよ。そしたら先生がこう見て、ああこれ結膜炎だっつった。私はそそっかしいから結膜炎と聞いたんですよ。ああこれはのぼせから来たから結膜って結から冷やすのかと思って。でもあの先生、まくるってまくってどうするんです。何今先生結膜れたでしょ。いや目が充血をしておるんだって。これ充血だって。血焼けしか焼けしばしかなんかこう来てるようになって、なんか冷やすのか温めるのか目とお尻となんか縁があるらしい。もっとも娯楽番組で目と肛門っていうのがあるね。また何の話だか分かんなくなっちゃった。義満何事にて候世は珍中へまかりこしたいと。珍州というの舌が回らねえから珍中っつった。かしこまってそぼろぼと義満が一寸八分の物体を背に負った。よかった、大げさですね。一寸八分のものを背に負ったって懐入れちゃうとかね、たもと入れるとか、腹巻きかふんどしの間に挟んだ方が携帯に便利ですよ。いくら落語でも講談はこういうこと平気で言いますよ。講談はこの番組出ないから言うわけじゃない。講談ってのはあのね、心象膨大って言うんですよ。あの針ほどのものを棒ほどに言え、弟子にすると第一箇条に書いてある。心象膨大なるをもって本文とすべし。だからあの軍団
聞いているって、例えば1万5千の同税が攻めてきたって軽くこうすっと言い合い言わない、3つに分けてまた寄せると重々しく聞こえる。で、あの講談ってのは前にこうね、お膳の半分に来てこれ引っ叩きながらね、五千二五千また五千三五一万五千の同税時も作って攻め立てたりって、バカに大勢来てんの三五一万ってね、九九をやって聞かせるから講談の方が話し家よりこれが良さそうに思うでしょ、ちょいと錯覚を起こす。だけど三五十五ぐらい小学生だって知ってんだから、ひらりと上がる旗印は味方より見れば右手の方、敵より見れば左手の方、当たり前だよ。ふもと群がる敵勢の中に踊り込んだることに及んで、竹針ほろつき車切り、サニの目なますに千六本、やっこでおふに玉あられ洋館くずに切り材処分、バッタバッタと切り倒す。どんなに細かく切れやひん。波しにかかっている波なたを追っとって水車のごとく振り回して、水車なんてのは早いもんじゃないっすよ、あれ水の力でカタンカタンカタン本当に早いのはてえと風車だから、風車のほどは回しきれねえ。あれを私みてえな正直なもんが本当にやると何だたを追っとって風車と水車の間を振り回して、こうやって喋ってて具合がありですから、まあこれも背に負ったでご勘弁も願っておきます。途中木の根岩かといいつまずいて観難深く、これを背にてご覧遊ばして、夜は人目が泣きによってその方に変わってで取らせるであろうと言って、わずか一寸八分の物体が夜中になる程度上与の姿に変じた。上与ってから一畳余り、今メートル法だから学校で教えなくなっちゃった上与って言ったね。だから分かんないですよ、大学生の子なんかに聞いても分かんないですよ、1畳ってどのくらいですって、畳の長さですよ、とって長いんですよ。分かりやすくまあ大体申し上げるっていうとは、一反の反物が3畳ある、あの3分の1が1畳、1畳余りっていうから3分の1よりちょっと大きい、わずか一寸八分ですよ。夜中は人目がねえから大体ね、昼間小さくて夜中大きいなんて嫌な物体があるんです。信州へ着きまして義満が一時を建立をいたします。義満寺と書いて善光寺と読ませる。信州信濃の善光寺はこれだそうで、で善光寺の由来というお話ってんで、普段はこれでおしまいなんです今日は特別サービスにこの先がある。いまだに善男善女の産経の怠慢がありません。いずれもこのお年寄りの方が多いですけどね、私も先年行きました、あの劉翔さん、湖南さん、私とで、あのこう階段巡りでね、縁の下の細いところ、いずれもこのお年寄りの方ですがこう入っていくからね、何やってんすって、生阿弥陀仏生阿弥陀仏手探りで入っていく、もっと真っ暗ですからね、なんかぶつかるもんがコツンとぶつかっちゃうからお手さんで、なんしたら御尊の真下に錠前がかかっております、これに手が触れる程度極楽往生ができるんです。錠前へ手が触れただけで極楽往生、じゃあねじり切ったらどこ行っちゃうか分かんないんだよであの階段巡るって言うんですが、あれあの階段が曲がってる、その内側にある、で私と劉翔は内側、コナンという人は外側なでて出て背中合わせだから、コナンさん触んなかったろって、ね、あんた地獄に出って言ったらね出たとこから入ろうとしたらね怒られてたよ、あんた出口から入っちゃいけませんよなんて怒られて、あのコナンさんは地獄行きなんです
昔当時のお金で百匹善光寺納める程度ありがたい二匹の袋に入ったケチ脈の御印というのを死体のおでこのところにこう当ててくれる。これをこうありがたく頂戴する程度この絵でどんな題材を犯しても罪証消滅して極楽往生ができるって。ええ、我も我もと言って百匹善光寺納めてケチ脈の御印をいただいて極楽往生するものばかり、地獄行く亡者が一匹もいなくなっちゃった。これは地獄が暇になった。閻魔大王をかぶってる冠にね、もうとてもこれは贅沢でこんなものかぶっちゃいらんねってね、七夜入れちゃうしね、上張りの鏡や新築の美容室かなんか売ってました。赤鬼は栄養失調で瓦毛色になっちゃうし、青鬼は空色になっちゃう。トラム革のふんどしはとても剥げねってんでビニールでできたふんどしがないでね、その対まあそのとにかく税金滞納ってやつですね、その滞納が大きくなっちゃって、もう閻魔大王首が回らねえって、なんとか しなきゃならねえからってんで、地獄の分部百貫を奥殿へ集める程度地獄会議ってやつですな、一段高いところへ上がった閻魔大王が、いかに諸君各地獄が水尾いたしたるは何か原因のあることならん、今日は不動なく申し述べてもらいたいなんて、とうとうとやりだすてえと前へスッと進みで出たのがこのミルメカガハナという顔が四方にある鬼です。大王に申し上げます。何じゃミルメカガハナか、かぐ地獄が水尾いたしたるは茶葉柱の国前工事においてケチ脈の御印というものを出し、それがため罪証を消滅するのが原因と心得ます。意識一大事が失態いたしたな、挽回策を講じなければいならんが、良い方法はないか。されば、かの善光寺に参り、ケチ脈の御印を盗み出すが肝要と心得ます。されば、その大役を務める者は当地獄にあるか。地獄のことでござりますれば泥棒が多数参っております。早速泥棒の戸籍を調べろ。ああ、いちいち大王に申し上げ、申し上げます。何じゃこの大役申し付けまする者は、まず袴だれ式部太夫安助はいかがで。彼は一人者ではあるが、各不景気の今日もそっと安直なるところはないか。熊坂大太郎長藩はいかが。彼はいかん、神田連雀町の出しの人形に会いなっておる。もそっと機敏なるところはないか。ネズミ子供次郎吉はいかが。彼は民間の族である。もそっとおかいないか。アルセーヌルパンはいかが。彼は異国の族である。もそっとおかいないか。石川五右衛門はいかが。うん、彼こそ屈強なる猛である。石川はただいま何をいたしておる。いまだ釜ん中でどどいつを歌っております。石川のところに防衛を使わせ。ああってんで防衛が五右衛門のとこに行く。五右衛門、油が煮えたぎっている中で湯気に上がりそうな顔をしてね、だらしのないドドイツかなんか。水に油を垂らせば開く、垂れてつぼまる尻の穴ってのそこにこのボーイが、石川なんかよ、なんですかね、この大役を務めるってえとね、え、いや、石川さんがこの地獄の重役になるって、え、重役になるって、え、うん、お呼びですよ。お、そう、じゃあ今支度していくから先行って大王によろしく言ってくれたまえ、バイバイってなことを言って鎌から上がった石川五右衛門。頭はてえと百日っていうこの大砲の掃除みたいな子は頭してね、素編みを着て黒の予定にシスの丸をトンボに結んで、この静屋の大将を貫抜き座してやつです。
厚いゾールで入ってこう六歩踏んで出てきた。お召しによって石川五右衛門、ただいま水産いたしてござる。五右衛門が地方すすめ、地獄の後輩ここにあり。何時に一骨折ってもらいたきは、シャババシナノの国全工事に乗り込んで、かの血脈の御印を盗み出してばくれまいか。ああ、いかなる御用と存じたれば、かくゆう石川五右衛門。世にある時は大号殿下のご神女へ、いがれをの忍術をもって忍び入り、見しるしを頂戴せんといたせしが、ともい戦国軍兵にとらわれて、かくのわりさま、かようなささいなことは、赤子の手をねじるよりとやすきこと、ご心配なきよう。うん、勇ましきその一言、必ず抜かるな。ご安どわりや大王様、出がした行け。はあはあって大げさな泥棒が。ええ、昼間どうも善光寺行っても人目についていけないからってんで、茶場へ出てくるって言うといきなりこの銀座へ出て、ちょいとぶらついてから新宿に出て末広亭かなんかの昼席を見て、夜陰に乗じて伊賀流の忍術を使う亭と善光寺に乗り込んだ。あれかこれかと探したが、どうしても見つからない。ああほらダメだ、運がなかったんだ。うん、こら地獄行けって大王様に謝ろう。諦めつけてキビスを返す前の方ばかり調べてこう探していたんですが、ふっと向き直った目の前の棚に隅の方にこう霧の小箱がある。下ろして蓋を取ってみるてえと二重蓋、また蓋を取ってみる魔王肩なきケチ脈の御印。こんとこで芝居のある泥棒ですから気取り始めた。ありがてえ片付けねえ、まんまと善光寺の目前に忍び入り、上へとったるケチ脈の御印、これせえありゃ大願成就、ありがたやちかっちけなやといただいたら、そのまんま極楽行っちゃった。会場でありがたく御礼を申し上げます。私の方もお付き合いを願っておきますが、大分の片田舎から、東京へ出てまいりまして、今年で33年というような月日が流れてしまいまして、高校卒業と同時にこの社会へ入りましたもんでございますからね、本当は私は中学卒業してすぐにこの商売になりたかったんでございますね、テレビやなんかでも職人と同じだから早い方がよかろうなんてんでね、でまあ大分というのはね、一番兄さんとこもそうですが、あんまりテレビ局が映らないんでございますね、NHK と TBS ぐらいのもんでございますかね、他のがなかなか入らないというね、商店もねなんか薄ぼんやり見ておりましたが、一番ね私が好きだったのは NHK のねお好み演芸会の大喜利というやつでございまして、小三治師匠が今月の月番なんてんでね、で隣にうちの師匠がおりまして、まだその頃は新次でございましたね、目はパッチリと横丁のフランス人形桂新次でございますというのがキャッチフレーズでございましてね、途中から文人になったんで何かあったの
かしらと思ったんでございますが、襲名をしたというようなわけでございますね。ああ、この両方の師匠のどっちかに入門したいなと思っていたんでございます。そうしたら中学卒業をして半端な時期がありますよね。春休みが長くって、その時にちょうどうちの師匠がうちの田舎に講演に来たんでございますね。ああ、これはね、何かの縁だと思ってね、楽屋に行きまして、まだ私は中学卒業したばかりでございましたから、もう丸坊主でね、師匠のところへ行って、すいません、私は師匠が大好きで弟子になりたいんでございますが、そう言ったんでございますが、ああ君ね、今ねこういう世の中だからね、高校ぐらい出なきゃダメだよ、辞めた時困るから、なんてんでね、うちの師匠は断り文句だったんでございましょうが、私はそれを真に受けましてね、いやそれじゃあ師匠分かりましたというのでね、いやいやながら高校に行ったんでございますね、大分県立四日市高校という、もう今なくなってしまいましたがね、県下でもね有数の進学校でございました、大分県でも5000本の指に入るというような大変な進学校でございましてね、そこへ行きましてね、で3年になるって、三者面談というのがございますよね、親とそれから当人と先生とでね、1学期でございますか、三者面談でもってね、お前どうするんだ、進学かそれとも就職か、その時初めて親の前でも先生の前でも私は落語家になりたいと、そう言ったんでございますね。うちに帰ったら親が怒っちゃって、お前ねなんてことを言うんだ、話かなんてえな、雲の上の商売みたいなもんでな、なかなかなれるもんじゃねえんだから、お前はな大学行って、それからな町役場へ勤めて、もう何不自由ない暮らしをすればいいんだから、と言ってね、なかなかね、OK を出してくれませんでした。先生はまたね、さばけた先生で、お前昨日あんなこと言ったけどつてはあるのか、ちゃんとあります。でその前でございますかね、うちの師匠の連絡先、それから住所も分かりませんのでね、毎年ね笑点のね、カレンダーを買っていたんでございますよ。もう向こうも名前覚えてたんでございましょうかね。でその笑点に、すいませんが文治師匠と、文治師匠の住所電話番号が分からないんで教えてくれませんか、とはがきを出したの。そしたら向こうから返信があったんですよ。今絶対にできないことですがね、まあいい世の中でございました、その頃はね。え、文治師匠の住所はこれこれこういうわけで連絡先が、というんでそれを大事に取ってまして、先生実はねこういうね連絡先があるんです。あ、そうか、じゃあお前なこっから電話してみろよ、ってんでね、先生のね化学のね、教室から電話をかけたもんでございます。すいません師匠、私、大分のあの講演の時に中学卒業してすぐに行った、あのクリクリ坊主の、おめえ何話し家になりてえのか、あそうか、しょうがねえな、とりあえずうち来なきゃ、俺んとこはうち弟子だから体験してみなきゃダメだよ、ってんでね、それから一人で日豊線で小倉へ出て、それから新幹線でね6時間半ぐらいかかりましたがね、東京駅に着いたらね、うちの師匠の住所がね東久留米市というところなんでございますね。もう大分から近いんじゃないかと思われる遠かったですね。山手線でね池袋へ出て、それから西武線でね、ひばりが丘で乗り換えてね、一駅というようなね、そこんところへ行きまして、あお前来てるか、じゃあ今日からな一週間ばかりうちいろよ、なんてんでね、掃除の仕方、それからね、話の稽古もつけていただきました。お前何かできんのか、お知見を作りまして、高校で、方々で文化祭なんかで、おそうか、じゃあなんか俺に聞かしてみろ、ってんでね、小褒めという落語、うちの師匠とね差し向かいでやったんでございますね。はあ、したらうちの師匠もあぐらかいてね、もう腕組みして「なんてんでね、一席終わって、師匠ありがとうございました、いかがでございましょうか、それおめえ誰の小褒めだ、誰のテープだ、怖さか、あいつは半分素人みてえなもんだからな」なんてね。うちの師匠もひどいことを言うもんでございますよね。それでじゃあ俺がな一席やってやるから、職人はようなんてことを言わねえんだ、ありがとうよとかね、ようなんてのは太鼓持ちの言うことだから、俺が一席やってやるよ、ってんでね、うちの師匠がやってくれて、その時何かあっちゃいけないってんでね、カセットテープを持ってったんでございますね。あ、取れたか、じゃあなこれは今度冬休み来いよ、これでできるようだったら、その時なその小褒めを覚えてこう、俺聞いてやるから、ってんでね、それからまたね同じような家庭でね、冬休みに東久留米まで
言って、で2階でもってね、じゃあお前聞かしてみろよなんてんでね、で一席やったわけ。そこのとこでアドバイス、あ職人はな、あそうそういう言葉使わねえんだ、ありがとうよなんてね、そういう言葉で、さよならなんて言うんだよ。さいならってのは大阪弁だからな、あそれ気をつけて。それから小褒めはな、あの打ち上がったらそのね、あの子供が玄関に寝てることになってるから、そこでちゃんと入れ替わらなきゃダメだぞなんてんでね、教えてもらって、あそれでいいや、あそれでおめえできたからな、そうだな、親がいいつったらな、春休みに親連れてこいな、それで来年のな3月の25日本目亭で俺の会があるから、その時初講座でいいじゃねえかってんだね。もうトントン拍子だったんでございますよね。でよくね、昔みたいに師匠に弟子入りしたいからってんでね、玄関の前にね座り込んで雨風にさらされて雪降っても、それでもお願いしますお願いしますというような人は今いません。もう新聞の勧誘と同じで、ダメだったら次行こうというようなもんでございましてね、それでまあ親を呼びましてね、うちの師匠は親の了解がないとダメなんでございますね。俺は親不孝を勧めたくね、噺家というのは親不孝もんだからな、俺はな親不孝を勧めたくねえんだというんで、親もね大分から一緒に出てきまして、まあ一応ね脅かしでございますね。お前ね、あの4年間は帰れねえから、親御さんもよく聞いてくださいよ、4年のね前座の間うちに帰れません、何があったって、親が死んだってね、何があったって帰れませんからね、ちゃんと覚えておいてくださいよ。あお前な、親帰るから池袋まで送ってけってんでね、池袋まで送って荷物はそこでね改札で渡してね、親が帰っていく後ろ姿というようなものは今でも忘れないもんでございますね、やっぱりおっかさんの方がね腹を痛めた子供でございますから、何度も振り返ってね父親がなだめるようにというね、それから山手線のね、階段が越えていくまでずっと見ていたもんでございます。二つ目になってね聞いた話でございますが、母親はね山手線の中でねすごい泣いたんだって、号泣したんだって、もうその車両に乗ってる人が違う車両へ移るぐらい泣いたらしいんですよね。まあ二つ目になって一人前にほとんどなってから親はね教えてくれましたがね、まあ親というものはね、まあそういう親はまだまだ元気でございます。田舎の方でね、暮らしております。48、二人とも同い年でございますんでね、今でもね二月も電話しないてとかかってくるもんでございますね。おいお前元気か、しばらく連絡ねえじゃねえか、仕事か今日はこれから、風邪ひかねえようにな、急にお前寒くなったからなんてんでね電話かかってきますよ。からね、あの10時以降のねうちからの電話はあれどっちかなと思うもんじゃございませんかね、それがまあ親子というようなもんでございます。ですから皆さんもね、お子さんのいる方はね明日土曜日でございますから、電話の一本もね元気かというね言葉をかけてあげて、まだまだご両親が達者というような方はね台風も来ますんでね、気をつけてというような言葉をかけてやっていただければ幸いなんでございますがね。ばあさん、ばあさん今なんだな、ラーメンブームだなんてことを言って皆さんラーメンを食べてくださる、俺たちは幸せだな。本当ですねおじいさん、もうそんなに玉は残ってねえんだろ、そろそろ切り上げるか。だっておじいさんまだ早くありませんかね。早いことはねえよ、ほらあそこの時計見な、もう1時回ったよ。でもそんなに早く帰ったからだったってね、孫の顔が見られるわけじゃありませんし、当たりめえじゃねえか、俺たちに子供がいねえんだよ、孫ができるわけねえだろ。おじいさん、私にもう子供はダメかねえ。何言ってんだこのババアは、おめえその年で子供産むつもりかよ。そんな年で子供産んでみろ、俺は世間様の笑われもんだよ、練馬のドンファンだって。何言ってんですよ、おじいさんはそういう了見だから子供ができなかったんですよ。別に了見で産むわけじゃねえだろうに。だってピカソなんて人はね40過ぎて子供ができたんですよ。おじいさん頭がピカソでしょ。何言ってんだよ、俺だってな一緒になった頃は二人ぐらい欲しいと思ったよ。私は女の子が二人に男の子が一人欲しいと思ってさ、神様仏様一生懸命お願いしましたが、ご利益ありませんでしたね。ああこういうものは授かりもんだからな。
おじさん、ラーメン一つ。どうもいらっしゃいまし。じきにできますんでな。もうしばらくお待ちを願いますかな。ああ、いい匂いだな、おじさん。俺が大好きな昔ながらの品そばってやつだ。ああ、いい匂いだな。あらまあ、ありがとうございます。年寄り夫婦でやってると汚らしいと思いかもしれませんがね。初めて来ていただいたお客様、必ずまた来ていただけますよ。えい、どうも、お待ちどうさまでございます。うう、ありがとう。おじいさん、なんだよばあさん、いくつぐらいだろうね。そうだな、23歳ってとこじゃねえかな。おじいさんに似てますよ。そうかい、そうですよ。ほら、鼻があぐらかいたところ、ゲジゲジ眉毛のところ、金壺まなこでもって唇がベロンとなったところ、ろくなもの似てねえじゃねえか。ほら、息の仕方なんておじいさんそっくりで。バカババア、息のつき方なんて誰だって同じなんだよ。いやおじさん、うめえラーメンだったな。もう一杯もらおうか。あだまあ、ありがとうございます。初めて来ていただいたお客様におかわりをしていただけるだなんて、どうですかお味の方は。おばさん、俺腹減ってたんでさ、夢中でやっちゃった。あらまあ、お腹が空いてたんですね。若いんですから、2杯3杯簡単ですよね。えい、どうもお待ちどうさまで。うう、ありがとう。おじいさん、おじいさん。なんだよおばあさん。おじいさんね、もっと人情を持って商売やったらどうなんですか。なんだその人情を持って商売って。なそうでしょうに、若い方が来たら森を良くするとかさ、年寄りが来たら森を悪くしてチャーシューを抜くとか。そんなことできるわけねえだろうに。いやおじさん、うめえラーメンだったな。こんなうめえラーメン何年ぶりかな。どうですかあなた、もう一杯ぐらいは。そうか、じゃあもう一杯もらおうかな。あらまあ、ありがとうございます。初めて来ていただいたお客様に3杯もおかわりをしていただけるだなんて、どうですかお味の方は。おばさん、俺今日昼飯食ってねえんだ。だから夢中で。あらまあ、お腹が空いてたんですね。若いんですから3杯4杯簡単に食べられますよね。えい、どうもお待ちどうさまで。はい、ありがとう。気持ちだけでございますがね、チャーシューをおまけさせていただきました。ほら、申し訳ねえな。いえいえ、どういたしまして。おじいさん、おじいさん、また内緒話かよ。なんだよばあさん。おじいさん、今この人ね、昼ご飯食べてないって言ってたじゃありませんかね。忙しくって食べる暇がなかったのかね。それともお金がなくって食べられなかったのかね。どっちだろうね。どっちだっていいだろう、そんなこと。よくありません、よくありませんよ。お金のない方からはお勘定取れないもの。私お金がなかったらはどうしようかと思って。余計なこと言ってんじゃねえやな。八百井さん、本当にうめえラーメンだったな。こんなうめえね、ラーメン何年ぶりだろうな。どうですか、もう一杯。俺そんなに食えねえや。だって首回りの様子じゃもう一杯ぐらいいけそうですよ。バカババア、ラグビーの選手じゃねえんだよ。首回りでラーメン食うわけじゃねえだろうに。おじいさん、こんなに気持ちよく召し上がっていただいたらとてもとても金銭じゃありませんよ。もう一杯食べていただいたらね、お勘定いりませんから。おいおい、バカなこと言ってんじゃねえやな。どうもすいませんね、女ってやつはいくつになったって口数が多くっていけやせんや。おじさん、なんすか、この辺に交番ねえかな。
うおー、ありますよ。まあ、続いた左側にね、俺そこへ突き出してくんねえか。え、なんだって、無銭飲食で突き出してくんねえか。食い逃げでよ。あなたそんなご冗談よ。冗談じゃねえよ。おら一文なしのからっけつ、今夜泊まる宿船もねえ、明日の朝飯食う銭もねえんだ。おじさんへ交番へ突き出してもらえやよ。殺意回って豚箱入り、そこでちゃんと朝飯はついてんだ。おじさん、ラーメン3杯の勘定、俺出てきたら必ずここへ届けるよ。毎晩出てんだろ。すまねえ、年寄り夫婦が夜中に商売やってるとこへ来て、若えもんが身勝手なこと言って申し訳ねえが、おじさん、今晩だけだ、この通り助けてくれ。あなたご商売は何をやってらっしゃるんで、これといって決まった商売はねえんだ。ご両親は達者ですかな。いや、物心ついたとっからよ、他人の世話になっちまって、親父やおふくろの顔もわからねえんだ。中学3年の時だ、俺学校でいじめられてよ、また育ての親んとこも居づらくなってうち飛び出したんだ、家出ってやつだ。それから購買も通ったよ、日雇いもやった。少しばかり金ができたらよ、本当の親父やおふくろを探して歩ったんだ。おふくろいたことはいた、でも死んでた、ガンだってよ。ガンには勝てねえや。親父も見つけ出して俺会いに行ったんだぜ。立派な家だったな。親父はな、もう飛び出してきて俺に泣きながら抱きついてくるかと思ったら、もじ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 してんだ。今さらおめえに出てこられたって困るじゃねえか。俺は新しい女房もいる、子供もいる、孫だっているんだ。ここのうちで幸せに暮らしてる。今さらおめえに出てこられたって困るじゃねえか。頼む、俺のことが大事だったらよ、二度とうちには来ねえでおれて、俺の目に面出さねえでもらいてってんで。本当の親父に泣かれちまった。あんなもんな、俺の本当の親父じゃねえや。だからおじさん、俺は親もいねえ、兄弟もいねえ、うちもねえ、真面目に働くのが嫌になっちゃったんだよ。そうでしたか。それからのあなたの生き方ね、言葉重ねなくったってあたしには少しばかりわかるような気がいたしますよ。若いのにご苦労なさいましたな。ばあさん、椅子貸し物を上げてくんなよ。おじいさん、この人工場屋連れてくのかよ。いいから、俺に任せろってんだよ。じゃあ行きますかな。すまねえな。どういたしまして。じゃあばあさん、いつもの通りだ、この屋台しからめ後ろ押してくんなよ。行くぜ。火の風のみいよいしょ。いや、ばあさん、おめえ後ろ押してんのかよ。押してますよ、さっきからずっと。嘘つけ、後ろへぶる下がってんだろおめえは。何言ってんですよ、おじいさんがもうろくしまって力がなくなっちゃった。よいしょよいしょと。あれよ、おじさんもおばさんもよ、こんな坂でもって下ろしな下ろしな。その屋台俺が引っ張ってってやるよ。とんでもございません、お客様に。そんな客じゃねえよ、ほら一文なしの食い逃げじゃねえか。俺がそれ引いてってやるよ。そうですか、そうしてくれれば助かります。ばあさん、ばあさん、この方が引いてくださるとよ。まあよかったね、おじいさん。でなんだね、これ、うちの前まで引いてってくれりゃ助かるんだけどね。そうだな、どうですかあなた、この屋台うちの前まで引いてってくれませんか。助かりますから。いやいやいや、おじさん、俺これから交番へ行かなくっちゃ。それから行ったって遅くないでしょう。それともあなた急ぎますか。別に急ぎゃしねえが。だったらお願いしますよ、年寄り夫婦は助かります。そうか、分かった分かった。じゃあおじさん、俺それ引っ張ってってやるよ。そうです、ばあさん、こ
この方が引いてくださると、まあよかったねおじいさん。うん、でおじさん、このラーメン屋もう長いことやってんのかい？いや長いったってね、私で何だいってそんなラーメン屋じゃございませんで、工場定年になって始めましたから、かれこれ15、6年経ちますか。娘かせがれはいるのかい？子供のかけらもありゃしませんでね、このばあさんと一緒になって40年間ずっと二人っきりなんだ。じゃあ何だって働いてるんだよ。何だってったってね、うちの中でこのばあさんのね、梅干しみたいな顔ずっと見てたって、妻が余計に出るだけで。ですからね、主人になったらさっきのとこ店へ出すんですよ。お客様大勢いらっしゃいましてな、我々どもに世間話愚痴をこぼしてくださる。年取ったらそれ聞くのが何よりの楽しみでね、だいたい1時か1時半まで出てますかな。雨が降ろうが雪が降ろうが風が強かろうが暑かろうが、毎晩あそこへ出てるんだ。じゃあ金が残ってしょうがねえだろ。いやそらお金は少しは止まりますよ。でもね、捨てるわけにはいきませんからね、仕方がなくとダーッとそこ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 右そこ右、はいはい、ここですここです、ここのうちでございまして。ありがとうございます、助かりました、ありがとうございます。ばあさん、ばあさん、おめえちょっと先うちへ行ってな、お茶の支度してくんなよ。どうですかあなた、これからねちょっとうち寄ってお茶飲んでいきませんかな。いやおじさん、俺これから交番へ行かなくっちゃ。大丈夫ですよ、お茶の一杯や二杯時間を取るわけじゃありませんで。さあ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 、どうぞどうぞお入りくださいまし。よいしょっと、見ての通りでございます。4畳半6畳たった2間のあばら屋でございましてね。あ、お座布団どうぞお待てくださいましよ。さあさあさあ、うち来て遠慮することはない。ばあさん、ばあさん、何やってんだよ。めお茶入れてどうしようってんだよ。気の利かねえババアだな。ほら俺がいつもやってるやつ。え、いやお茶じゃねえよ、ほらほら寝酒にやってる酒だよ。あ、そう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 、それな、コップ入れて2つ持ってきてくんな。どうですかあなた、お茶ってのは愛想がありませんでね、これからちょいと一杯やりませんかな。あなたいける口でしょう。いやおじさん、俺これから交番へ行かなくっちゃ。大丈夫ですよ、交番とかコンビニなんてな一晩中やってますからね。あ、いやいや、どうもばあさん、ありがとう。あ、さあさあ、来ました来ました。あまりいいもんじゃないが、そうそう、どうぞどうぞどうぞ、私もいただきますね。いい、私は自分でやりますから、ばあさんそっちしまってな。うん、じゃあどうもありがとうございます。何よりの楽しみでね、うち帰って一杯やるっていうのがね。うん、おじいさん、おじいさん。なんだよばあさん。おじいさんね、あそこからここまで屋台を引いていただいた運賃ってのは一体どうなってるんでしょうね。なんだばあさん、出し抜けにその運賃ってえな。だって今お金の世の中じゃありませんかね、あそこからここまで引いていただいたら1000円2000円は当たり前でしょ。そうすればラーメン3杯の勘定ぐらいはトントンじゃありませんかね。ばあさん、おめえ20年に一遍ぐらいいいこと言うじゃねえか。そうだな、そのぐらい当たり前だ。あなた今聞いてたでしょね、あなたが屋台を引いていただいた運賃とね、ラーメン3杯の勘定、これねトントンにしましょうよ。チャラ、ダメだダメだ、おじさんそんなことしたらよ、俺今晩泊まるところがねえんだ。うち泊まってきませんか。こんなあばら屋ですがね、冷たい豚箱よりはマシでしょうに。うち泊まってさ、
とんへくるまって、明日の朝ばあさんがこしらえてくれたおまんまとおつけでご飯を食べて帰んなさいよ。ねえ、そうしなさいな、あなた。でもおじさん、俺今まで人の情けってものを受けたことがねえんだよ。こんなものは情け人情で言ってるわけじゃありませんでな。本当のことを言いますとね、帰ってきて一杯やったらもうくたびれちゃって交番行くのが嫌になっちゃったんだ。こんなものは世間様では情け人情親切なんてことは言わない、私の勝手だね。うちに泊まってきなさいよ、あなた。そうしなさいな。でもおじさん、俺グレた人間だからよ、途中で気が変わってな、泥棒でもしたら大変な迷惑になるぜ。そん時にはそん時で構いません。ばあさん、今日の売り上げあったろ、あれまとめて茶ダンスの上置いときなよ。それから今朝銀行持ってくった金あったろ、そうそうそう、あれもね、あの紙袋の中入れて手に下げいいようにして、一緒にちょのした茶ダンスの上。おいさん、おいさん、じゃあ俺に泥棒しろってそう言ってんのかい。そんなこと言ってませんよ、私はただばあさんによう言いつけただけだ。まあまあいいから、開けましょう開けましょうね。あ、うん、あなたいける口だ。ばあさん、ばあさん、あのおかわり頼むよ。あ、それからシナチクかチャーシューやったらつまみにするから箸も一緒にな。はい、ご苦労さんご苦労さん、ささきました、取って取って。いいや、あとはね、私がやりますんで、あいたら乗っけてください。あ、どうもばあさん、そっちしまってな。何よりの楽しみでね、うち帰ってこうして一杯やるっていうのがさ。そうだ、私もね、あなたに一つだけ頼みがあるんだが、聞いてくれますか。なんだい。さっきも言う通り、このばあさんと一緒になって40年間ずっと二人っきりなんだ。近所でもってね、お父ちゃん、おっかさん、おっかさん、お父ちゃんってのを聞くと、ああいいな、俺も一度でいいからお父ちゃんと言われてみてえなとずっと思ってたんだ。今日あなたが来たというのも何かのご縁だ。こんな猛禄じじいをね、お父ちゃんとは言いづらいだろうが、一声やってもらえませんかね、お父っつぁんと。でもおじさん、俺さっき話したろ、今までお父っつぁんなんて呼んだことはねえんだよ。私も呼ばれたことがない。お互い初めて同士でいいじゃありませんかね、一声お父っつぁんと。おじいさん、おじいさん、また出てきたな。なんだよばあさん、おじいさんね、そんなこと赤の谷にお願いしてもよろしいんでございますか。死んでございますかったって、おめえ俺たちに子供がいねえんだよ。大谷様にお願いするよりしょうがねえだろ。だからさっきも言う通り、今お金の世の中ですよ。呼んでいただけるんならいただけるんだで、手数料ってもの払ったらどうですか。1000円とか2000円とかさ、お金がないから悪さをしたがるんですよ。お金を持たして返しておやんなさいな。じゃあ、あなた、あなたね、あなた、ここへ1000円出しますから、1000円でお願いできませんかね、1000円で。いや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 、金はどこでもいいけど、俺にできるかな。できますよ、日本語でいいんですから。別にドイツ語フランス語で言ってもらおうってわけじゃない、ただお父っつぁん、それだけでいいんですから。そうか、じゃあ俺やってみるかな、お父っつぁん、それだけ。初めてだから、おた高いな、これが高いな、おとっちゃん低いしな。ダメだダメだ、おじさん、ほんでこうやって見慣れたんじゃ、俺決まりが悪くて言いづらいよ。おじさん、
目つぶってやってもいいかな。どうぞどうぞ、私も目をつぶって楽しみに聞かせてもらいますよ。はい、お願いします。お父っちゃん、こんな俺がお父っちゃんだった、この俺がお父っちゃん、ばあさん、お父っちゃんなんていいもんだな、いい気持ちだよばあさん。はい、今度は私の番ですよ。私は2000円出しますからね。今度はおっかさんってそう言ってもらいたいんだ。それから今みたいにね、バナナのたたき売りみたいにおたちゃんってのはいけないよ。もう少しね、余ったるか私に甘えるようにおっかさんってそう言っておくれよ。なんだいって返事しますから。難しいよおばさん、それそれ、今の雰囲気が気に入りました。その調子でおっかさんなんだいって返事しますんでね。はい、どうぞ。おっかさん、これでいいんだろう。これでいいんだろうは余計ですよ。あなた、なんだって私が言えないじゃありませんかね。もういっぺん、もういっぺん。おっかさん、なんだい。おじいさん、おっかさん、いい心持ちだね、おじいさん、いい気持ちだよ、おじいさん。今度は俺の番だ。今度は3000円出しますからね。今度私ね、あなたの名前呼びますよ。名前を呼びますからね。なんだい、お父っつぁんってそう言ってもらいたいんだ。行きます行きますよ。名前を呼びますんでね。用がすか。おじいさんはそそっかしいんだから、何が何があったって名前呼ぶったって、この方のお名前まだ聞いてないじゃありませんか。お、そうだったな。太田、名前は何てんですか。のぼるって言いますな。のぼるさん、名字は竹下ですかね。のぼるさんですな。ええ、じゃあ、のぼるって呼びつけにしますよ。3000円ですからね。のぼる、なんだい、お父っつぁん。ああ、これこれ、3000円じゃ安いや。もういっぺん、もういっぺんお願いできますか。何言ってんですよおじいさん、今度は私の番ですよ。私は3000円と、それからね、218円とね、福引券5枚つけますから。ばあさん、商店街の大売り出しだな。いいじゃありませんか、がま口全部はたいたってそれしかないんですから。今度ね、私あなたに小言を言いますよ。小言を言いますから、ごめんね、おっかさんってそう言ってもらいたいんだ。それからもう一つだけ、今までみたいにずっと目つぶってたんじゃねえ、情が通いませんよ。そうでしょ、目を開けてお願いできませんか。私あなたの顔を見ながら小言を言いますからね。のぼるが合図でごめんね、おっかさん。じゃあ行きますよ。まあなんだろうね、この子は。夕方だってのどこほつき歩ってんだい。おっかさん、バンガーの支度しようと思ってお嬢を出したってさ、お前がなかなか帰ってこないもんだから。ババア長えじゃねえか、おめえは。いいでしょ、このぐらいいいでしょ。私福引券5枚つけたんですから。ごめんね、じゃあもういっぺん、もういっぺん、のぼるが合図でごめんね、おっかさん。行きますよ。まあなんだろうね、この子は。夕方だったのどこをつきあるってんだい。おっかさん、晩ご飯の下顔しようと思ってお雑出したってさ、お前が夕方になってなかなか帰ってこないもんだから、おっかさんはね、お前がどっかで車へぶつかって病院へ運ばれたんじゃないかしら。知らない人にどっか遠いところへ連れて行かれて、もう家に帰ってこないんじゃないかしら。おっかさんはね、ちょっとお前
いい気持ち、いい気持ちだおじいさん。今度は俺の番だ。今度は5000円出しますから。もうやめよう。俺なんかこの辺がおかしくなっちゃった。そんなこと言わないで、白状なこと言わないで。これ今晩一晩中やりましょう。よっぴでやりましょうよ。そうすればいくらかまとまった金になるでしょ。やだ、俺もうこんなことは嫌だ嫌だ嫌だって見ましたよ。ばあさんと目開いてやってたじゃありませんか。私はね、いっぺんも開けてもらってないんだ。世の中不平等ってもんでしょ。お願いしますよ、私も目を開けて。今度はね、あなたの方から先出てもらいたいんだ。お父っつぁん、もうラーメンなんか用意してくれ。俺は子供じゃねえんだ。明日から俺に任してくんなってんで胸をポーンと叩いてもらいたいんだがね。難しいよそれは。難しいですよ、5000円ですからね。あとは私が勝手にベラベラ喋りますんで、じゃあお願いします。お父っつぁん、もうラーメンなんか用意してくんねえかい。俺は子供じゃねえんだぜ。明日からみんな俺に任してくんな。昇、おめえのその気持ち、お父っつぁんありがてえ、本当にありがてえがな。嫁をもらった子供ができた。おらかわいい孫へよ、おもちゃの一つ、小漬の少しもやりてえじゃねえか。だからもう少しだ、俺の体の効く間はもう少しだけ、大好きなラーメン屋俺にやらしてくんな。なあ、昇、ばあさん、今夜楽しかったな。みんなこの方のおかげだ。お礼を言わなくちゃ。あなた今夜ね、よくうちに来てくれました。久しぶりに楽しかった、楽しかった。また遊びに来てくださいな。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。俺こんな金なんかいらねえ、いらねえからさ、俺の話も聞いてもらえてんだ。なんです、さあ、俺今ようやく目が覚めた。俺明日から仕事を探す。見つけたらさ、毎日働き行くよ。つれえからって途中で長い出したりなんかしねえよ。だからおじさん、これからもさ、ずっと親子として付き合ってもらえてんだ。いいだろう、おじさん。おばさんもいいよね。いや、これからは俺のお父っつぁんだ、お父っつぁん、お母さん。嬉しいことを言ってくれますな。これからもね、親子として付き合わせていただきますよ。細く長く付き合いましょうや。私はラーメン屋だ。